イアスシンドバッドでーす。はい、これいつもの私の動画のように見えますよね。ところがね、これね、今ね、僕のマシンにね、チップさんが乗ってる動画なんですよ、画像なんですよ、これ。それでこの日ね、僕自分のマシンなのにね、どんなに頑張ってもね、13秒6とかしか出なかったんですよ。それがね、ところがね、これね、チップさんね、今ね、僕のマシンに乗ってね、たったわずか4周目で12秒83とかいうタイムを叩き出した直後です。ありえます？この日ね、マシンの持ち主の僕がね、どんなに頑張っても13秒6しか出してないのにね、出せなかったのにね、チップさん僕のマシンに乗って4周目で12秒台っすよ。びっくりですよね。ということで今から僕とチップさんの走りの違いを大解剖します。はい、こんな感じでチップさんと僕の画像を並べて要所要所で徹底的に分析して解剖しますので、ぜひお楽しみください。それでは今回もエレガントによろしくお願いします。解説もなく、ごちゃごちゃうるさいシンドバッドが喋りも何もしないので、ちょっと一周僕が13秒6、ジップさんが12秒8という走りです。それちょっと一周見てみてください。よろしくお願いします。自分でも今初めてね、並べて見比べたんですけどもね、大して変わんないですね。なんちゃってさせん。では今から徹底的に大解剖していきます。はい、用意ドンですね。この時点では車速僕のが出てますね。これ1コーナーのブレーキングいきなり違うから面白いですよ。僕の方がわずかにブレーキングが速くてガツンと入るんですけども、チップさんのはジュワーって感じなんですよね。で、最終的に同じような沈み込み量。それでもっと面白いのが、僕はもうブレーキング開始した時には僕の方が右に軽くバンクしてるのに、ブレーキング終了した時点ではもうチップさんの方がバンキング深いんですよね。そしてチップさんの方が制動力が強くて減速がすごい速くて、だからあんだけバンクしていけるんですよね。ほら、ここもうチップさんの方が速度が落ちてて、なおかつ深いバンク角になってるんですよ。では2分の1倍速でもう一度ご覧ください。はい、では今度は二次旋回。もうね、ほんとこれね、すんごい全然違います。はい、クリップ手前、僕の方がバンクが深くてなおかつ速度も出てんですよ。危険ですよね。はい、クリップつきました。まだ僕の方が速度が速くてバンク角も深いんですよ。ほら、まだ僕の方がバンク角が深い。でももうほぼ同じ速度になってんですよ。
つまりチップさんの方が早くコーナーに進入して、ボトムスピードは遅くてバンク角も深くなくて、立ち上がりでスパッと立ち上がっちゃうと。それでなんでマシンの向きが変わるんだっていうところなんですよね。 S 字のラインと一夜のブレーキングポイントはほぼ同じでしたね。まあチップさん自分のマシンじゃないですからね。で一夜の進入、逆にチップさんの方がバンクが深くて速度も速いんですよね。まあシンドバッドがちょっと苦手っていうのもありますけどね。ここはチップさんの方がバンク角が深いというよりも、僕がもっとバンク角深くしなきゃダメだっちゅうの。チップさん立ち上がりが速いから、こんな短い距離でこんだけ速度差が出てます。ダンロップアジアはそんなに大差ないですよね。ただ一夜の立ち上がりの違いの分もう差がついちゃってますね。のブレーキングポイントはほぼ同じでしたね。この速度差があるように見えるのはチップさんの方がもう先に進んでるからですね。2部屋のボトムスピードはほぼほぼ同じでしたね。バンク角もほぼほぼ同じですね。はい、第2セクターでもう完全に差をつけられちゃってますね。ただ皆さん言っときますけども、これチップさん僕のマシンですからね。でまだ4周目ですからね。最終コーナーボトムスピード、チップさん138キロ、ここのクリップでですね、僕の最終コーナーのボトムスピードは148キロ、ほぼほぼ同じような位置でですね、最終コーナーのボトムスピードが10キロも僕の方が速かったから、この時点でほらこんなに僕の方が速いんですよ。にもかかわらずフィニッシュラインでこれチップさん158キロ、その次僕行きますよ。はい、同じですよね。何なんだろう、やっぱ立ち上がりがすっごく開けるの速いんだろうな。マシンの向き変えんのうまいからびっくり。いかがだったでしょうか。チップさんと僕の走りの違いから、チップさんを丸裸にしちゃう感じになっちゃいましたね。これどうもさせん。でこの日僕といったらもう本当にね、13秒がコロコロって出たぐらいでね、14秒ばっかでね、もう本当に、ね、嫌になってね、もうね本当帰りのね車運転しててもね憂鬱でね、つまんなくて、なんで仕事休んでまで来てこんな14秒くらいしか出せねえんだよってね、つまんなくてつまんなくて、それで思い出したんですよね。こうやってね向きになってタイム出そうとするとね、こうやって全然出ないんですよね。だからつまんねえつまんねえってことを思ってたら、思い出したのが、あの16歳の頃にバイクに乗れるあの嬉しさ楽しさ、あれをね思い出さなきゃダメなんですよ。以前にもねそれがあってね、そうだ今度乗るときは16歳になってバイク楽しい、バイクに乗ることは楽しいんだと思ってね乗ろうと思ったんですよ。そうしたら12秒フラットぐらい、12秒03だったかなっていう、その時のベストタイム出したんですよ。次回は僕楽しくバイクを乗ることを目指しますよ。それでは皆さん、今回も最後までエレガントにご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。あざした。